皆さんこんにちは。名古屋旅一泊旅行の2日目です。朝からフルーツビュッフェをいただいてガーデン散策して大満足です。これから名古屋城に向かいます。ホテルのチェックアウト、10時ギリギリに出発しバス停にやってきました。最寄りのバス停から歩いてやってきました。地下鉄で来る場合はこちらの市役所前からアクセスになります。こちらが名古屋城名城公園の地図です。早速参りましょう。名古屋城へと行く途中には金シャチ横丁があります。金シャチ横丁は2つのゾーンに分かれていて、今歩いているのは宗春ゾーン。ホームページには名古屋の新しい食文化を発信する新市気鋭の店舗が集結したエリアとあるのですが、まだ時間が早すぎてお店は開いておりません。おそらくお昼ぐらいになると賑わるのではないかと思います。ちなみにこのゾーンの名前である徳川宗春は第7代の尾張藩主であり、暴れん坊将軍として知られる徳川吉宗の享保の改革に対抗して様々な独自政策を実施して名古屋の町を繁栄させた人物です。さて、城内に入ってきました。ちょうどこの時、名古屋場所の直前ということでこのように旗が並んでいました。では早速入っていきましょう。入場料は大人500円、中学生以下は無料です。入ってすぐ何やら賑やかな音楽が遠くから聞こえてきました。広場から聞こえるようです。ちょっと行ってみましょう。なんとこちらでこれからイベントが行われるそうです。そのイベントとはおもてなし武将隊と服部半蔵忍者隊による侍忍者ショー。さあということで、まあ、変わるわ。さあ今よりはな侍忍者ショー始まりまするゆえに戦場支度をしていきたいと思いまする。まずなこれは必見です。Ha!
しましす。我らが歩むし今の道は光り輝く世に通ず400年の時を超え熱き炎で心を燃やす。今こそ受け取れ我らの思い。生きることあり戦おうぞ。その夢叶うその日まで皆の名乗りを上げよ。我が築城の神髄は戦わずして心を砕く。明日が気づきし名城の石垣一つが二人から大無事となり、我の空、日の空、加藤清正なり。はぁ、たぎる思いのやつ貫くこの不安心理想を持ち、真に生きよ。必死に生きてます。その生涯は光を放つ。我が名は第六天魔王織田信長である。我ら名古屋をおもてなしにしなさい。いざ参る。はぁ、それでは演舞も堪能しましたので本丸の天守閣に行きましょう。名古屋城は織田信長誕生の城とされる今川市築城の名古屋城の跡周辺に1612年に建てられたものです。関ヶ原の戦いで勝利を収めた徳川家康が豊臣家からの攻撃に備えるために築城しました。大阪城、熊本城とともに日本三名城に数えられ、金シャチが乗った天守閣は国内最大級。金のシャチホコは北側がオス、南側がメスで、オスの方がやや大きいのが特徴です。本体には本物の18金が使われています。築城には加藤清正など大名20家が関わり、当時の最新技術を駆使、日本初の国宝指定となった城としても知られています。残念ながら現在天守閣は閉鎖中で中には入れませんが、外からでもその名城ぶりは十分に感じられます。それでは城内の一角に作られた本丸御殿に向かいます。芸術的な装飾品の数々を鑑賞できるそう。楽しみです。早速入っていきましょう。御殿は土足厳禁はもちろんのこと、装飾品などを傷つけないように大きな荷物はロッカーに預けるか、リュックは前に抱えることが必要という徹底ぶりです。本丸御殿は尾張藩主の住居かつ藩の正庁として1615年に完成しました。これから向かうのは城内にあるお茶どころ二の丸茶亭です。二の丸庭園の奥にあります。
二の丸庭園は1615年に整備され、現在まで整備・拡張が繰り返され、現在の形となっています。滝を表現した石組みの上に石橋を渡すなど、全国でも6例しかないとされる玉環流の特徴をよく備え、名園として高く評価されています。今回 JTB のツアーで手配したのですが、それにおもてなしクーポンというのがついていて、こちらで無料で抹茶がいただけるということでやってきました。メニューはこちら。9時から11時の時間帯は金シャチモーニングが提供されます。早速店内へ。庭園を望むことができ、雰囲気は抜群。ひもう線の赤い色が雰囲気を醸し出していますね。抹茶は温かいもの、冷たいもの、いずれかを選ぶことができます。今回私は冷たいものをお願いしました。そしてやってきたのがこちら。抹茶に氷が浮かんでいます。涼しげです。そして小さなお菓子もついていました。開けてみると、金シャチ焼きです。もうどこまでも名古屋城です。では早速お抹茶からいただきます。ひんやりして美味しいです。ほてった体も涼みました。最後に名古屋城を裏から見れる場所があるので行ってみました。こちらからの眺めも素晴らしかったです。名古屋城を出てやってきたのは金シャチ横丁吉直ゾーン。こちらにやってきた目的は金シャチの大きさを体感するためです。こちら金シャチ土産シャチ上場、ご覧ください。実物と同じ大きさの金シャチ、その高さ約 2.6 メートル。お土産も売っています。皆さんのお宅にも金シャチいかがですか？